ペングニョグニョなんですね、これ。これまずいな、これ。言われるとちょっと痛いかな。まあ、それは痛いな。19センチなんですね。ちょっとズーンと響くかもしれないです。大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？ハリケデンからこう、シャッピオハリキンの上田です。今日もモデルのみこさんにお越しいただいてます。あ、そうそう、それで大事なことをちょっと視聴者の皆さんに言わなきゃいけないんですけども、このね、チャンネルで見ていただきいつもありがとうございまして、皆さんにお願いがあるんですけども、初めて見る方もですね、あのチャンネル登録もぜひお願いします。そうするとライブ配信の情報とかもすぐね届きますし、あとコミュニティの方に僕がね投稿した内容も届きますんで、ぜひ最新情報とか、もしかしたらねライブ配信リコさん出てくるかもしれないですし、もしかしたらライブ施術をねしてる配信があるかもしれないんで、ぜひ登録お願いします。リコさん、前回ちょっとね、だいぶ期間が空いてしまって、その後にしっかりやりましょうって言って生理不順の治療しましたけど、はい、あの治療の後どうだったんですか？治療の後すぐ、割とすぐ生理が来て、はいはい、今あの順調というか元の周期に戻ったって感じです、ね、いいですね、はい、よかったです。なんさて5年間ですよね。そうです。5年間の間に生理が 1,2 回になったりとか、うん、1,2 回止まったり止まったり。1年なかったことある？あ、1年はないですね。半年とか。半年ですか。あとはプレー気味とか、はいはい、今順調に戻ったよかったです、はい、無月経にならないとですね、生理不順治していくのが非常に大事なので、うん、結構自律神経の乱れが影響しやすいんですね、うん、月1回ねメンテナンスするっていうのは非常に大事なので、はい、ということで体のことの続き聞きますね、はい、それでは GO! 自律神経乱れてですね、首肩とか背中もこわばったりとかしますので、首右左側を見てください。はい、反対も止まってますよ今動きましたよね。いや、一応動かしたと。右見てみてください。右止まってますよ動かしてますよ。左超絶止まってますね。動かないですね。動かないですね。こなが手を置いて右左やる、はい、動いてないですよ動いてます。で、これね、一円で生理上順改善できます。対象ってつもですね、1個目と2個目の指の水かけの間とかに対象ってつもがあるので、ここに10円を貼ります。で、接通理ってつもですけど、小指側の手首のこの骨とか線があるとか、この辺に1円を貼ります。これ通理ってつもですね、大体で構いません。はい、これで首右左やってみてください。だいぶいいですね、うん、まずいな、左でした。もう行きますね、うん、行くんです、はい、これでいいです。リコさんの場合は対象通りというツボがいいんですけども、うん、場合によっては紹介裂血という方がね、うん、いい方もいるんで、まあ、貼ってみて首とか肩が動きやすくなる方が正解なので、ぜひやってみてください、うん、ね。で、このね、左足の内くるぶし、くるぶしの下に自分を貼ります。で、右手ね、裂血ってツボですけども、手首から指3本ぐらいですね、親指があると思います。指3個目ぐらいに貼ります。紹介裂血っていう感じですけども、これで首右左やってみてください。で、左、そんなにさっきの動きが良かったですね、うん、なのでストレスを緩和して血を整えてくれるってツボがいいので、ぜひやってみてください。では、生理不順もですね、仙骨部のを刺激して骨盤神経痛を活性させる針とかあるんですけども、まずは子宮活性化する気血という自律神経を整えることが非常に大事なので、まず全身を整えるというのをやっていきます。では脈を見させていただいて、ちょっと下、はい、下の裏側、おお、気血ですね。はい、OK です。本当にお血が、あの、ちょっとお腹でチェックしますけど、奥大丈夫ですか？はい、嫌な感じしますか？嫌な感じします。これ、これ、これちょっとぐにょって何でしょう、これも大
リボーが3人抱き合って、そうですね、うん、プニョムニョになってます。これは取っちゃう、いいですよ、消えた、いないでしょ、さっきのプニャンって、いないね。ということで、おけつなんですよ、ここね、これ、うん、これはここです。振りたくないですか、ね、これこれ、これやつ、痛い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 、大丈夫ですか大丈夫じゃない、大丈夫です、これ痛い、ダメダメですか、はい、ここはちょっと取ってしまう、これここです。中央。これ。ここおかしいですよね。ここに針を入れます。ちょっと響くよ。あ、ズーンってくるんだ。今までない感じ、響いてます。はい、あ、ここにメンバーがいます。はい。はい、OK。取れたでしょ。うん。こんなにわかる。不思議でしょ。不思議。これおけつです。顔色良くなってきました、ね。めちゃめちゃ。目も開いてきました。うん、これ大事なんですよ。おけつ取る。女性ね、おけつがたまりますから。自己責任なんですね。やっぱり活性化には調子しかないので。ちょっと響くかもしれない。大丈夫。あ、大丈夫ですか、はい、はい、で子宮はね、卵巣の部位とかもちょっと活性化させる、はい、体制内臓反射っていうのをね狙ったりとか、あとは特殊なツボがですね、これも秘伝のやり方なんですけど、ね、そうですね、いいかな、子宮が完成してますか、起きてもらってですね、今リズムがいい感じですか、冷ややかな目で見てたんですけど、さっきリコさんが温かな目でこのブボンを見やってるなはい、ということで7分お休みいただきます。7分経ちましたね、針を取ります。だいぶいいじゃないですか、はい、大腸とかの反応もいいですね、うん、全体のお腹と整ってます。ではうつ伏せで背中ね治療していきたいと思います。生理不順なんですけどね、やっぱり骨盤周りとか仙骨周りっていうのは結構おけつ溜まったりするので、しっかり流してあげて、おけつを通ってですね、しっかりとした針治療をしていきます。生理不順ですね、仙骨が滞っている方たちが多いので、ここしっかり取っていきたいんですけど、断片グニョグニョなんですね、これこれまずいな、これ。これしっかり取った後にね、針刺激した方がいいね。まあ、水玉ね、スライドしていきます。大丈夫ですか？はい。これは余裕ですよね。うん、大丈夫ですか？うん、はい。まだ大丈夫ですかね。ダメかも。ダメかも。ちょっと弱めにしましょう。終わった後の爽快感ですね。やばいですよね。ね、ここ乗り越えるまでが大変ですね。ここです。ああ。でもここ気持ちよくないですか、線が。うん。いや、そうでもない感じです。座れるとちょっと痛いかな。まあそれは痛いな。結構弱めにしてもらっちゃう。大丈夫ですか。それは弱めですよ。ダメ。ダメですか。ダメです。大丈夫ですか。なんとか。はい。はい、大丈夫ですか。はい。大丈夫ですか。ダメ。横。
横脈っていうのは横黒ポリトンネル。あれも結構半辺取れてきましたよ。お尻はどんな感じですか、感覚的に。お尻ですか、うん、え、あ、ダメだ、ダメそれダメじゃあちょっとおけつを軽く剥がしますね。これそんなに痛くないですね。気持ちいいんじゃないですか。痛くないです。気持ちいいんですよ。ここでブニブニが取れる。あ、いいですね。いい感じ。あと針、あと水玉でまず浮かせて、で体力すればかなりいい感じになると思います。じゃあ乗せていきます。はい。では腰まで、ね、乗っけていきます。乗っていきます。ここのね、仙骨の部分をしっかりおけつを取るっていうのが大事なので。しっかり乗せこれ、ね。大丈夫ですか。吹き出してますけど。大丈夫ですか。痛めですね。お尻痛めです。もうちょっと緩い方がいいですか。まあこのままいきますね。うん、はい、お尻がとんでもないことになってます。釣れて、はい、大丈夫ですか。それでは今ですね、ぐっと活性化してセリフ上のね、おけつがバッと上がってくるようになってますんで、5分ほどお休みいただきます。はい、お尻やっといてよかったですね。はい、ですけど、これ針でやっていきますか。それでは、これからしっかりですね、刺激していきます。9センチなんですね。陰部神経っていうのはですね、唯一骨盤内の神経に入っていてですね、骨盤の前からね、針とかちょっと臓器がいっぱいあるんでできないんですけども、ここはですね、アプローチすることで陰部神経が興奮することに骨盤神経層が興奮してですね、で自律神経とか整っていって、セリフ順とかもね、良くなってきますんで、リコさんね、いい感じで反応しているんで、やっぱりこれをね、します。はい。ちょっとね、ソフト気味にいきますけど、ちょっとズーンと響くかもしれません。大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？しまった。はい。ズーンと。はい。大丈夫ですか？ああ、来てる。来ました。うん。手も入りました。いました。バッチリです。お尻に響きました。はい、これですね。ちょっとね、ヒップ周り緩めた方が良さそうなの。はい、します。はい、大丈夫ですか。基本的に僕は浅い針とか、刺さないような針がメインなんですけど、この神経活性化するときはですね、多少ちょっとね、刺激する針をします。ただ新規の方にですね、針が初めての方に強い刺激は基本的にはしないですね。超急性期の腰痛とかにはしますけど、あんまりのおけつ上がってきてないんで、なんかよく良くなさそうですね。しっかりとメンテでやっておかないと、またストレスとかでセリフじゃなっちゃっていけないんで。感じますか。はい、はい、7分かけます。7分経ちましたね。はい、取ります。では、針取りましたので、動きをチェックしていきたいと思います。セリフ順の経過とかは、また正規周期とかね、どうだったかというのをコメントいただければと思います。ではですね、首の動きをですね、まず右左やってみましょう。はい。めちゃめちゃ可愛いんですよね。はい。めちゃめちゃ動きますね。おー、いいですね。はい。はい。では、お腹、手を振って、はい、ひねりをとるんですかね。おー、行くじゃないですか。はい。はい、反対。おー、めちゃめちゃいきます。うん、きます。よかったです。はい、よかった。
でもやっぱりですね、ストレスフルだったりとかっていうのが影響して、ホルモンのバランスで崩れやすいので、お子さんは月1メンテナンスとかね、しっかりやるといいかなと思いますので、またあんまり間空けないようにちょっと調整していけたらなと思います。はい、で、生理不順とかですね、無月経とか悩んでる方ですね、もちろんね、婦人科さんでね、見てもらうっていうのは大事ですけども、なかなか良くならないとか、若くてですね、あんまりホルモン剤、飲まずに様子見っていう風になってる方ですね、ちゃんと季節をね、整えると本当にすごく良くなります。ぜひ相談いただければと思います。生理不順の治療とかですね、受けてみたいという方はですね、横浜元町と、銀座にありますので、概要欄の LINE からお問い合わせいただければと思います。また、こういった手術ですね、できる会員さんがですね、450人いますし、この技術をですね、持っている先生方も150人ぐらいいますので、まあ、そういった先生方ご紹介できるかなと思いますので、合わせて相談いただければと思います。この方ですね、他にも先生の動画ですが、セルフケアの動画配信してます。次の動画もご覧いただけると思います。チャンネル登録と高評価の方でよろしくお願いします。生理不順の施術をしていただいて、その後の経過ですが、今月も無事に生理がちゃんとした周期で来ました。最近順調です。これからも継続治療よろしくお願いします。先生ありがとうございます。よくなさそうですね。しっかりと両手でやっとかなくなった。ストレスとかで生理になっちゃいけない。全然会話なくなっちゃう。僕はちゃんとメンテナンスしてうーしかないですけど、ラポール組んでますから、はい、安心してください。